10月13日、1960年の今日は、俳優、橋爪淳さんがご生誕された日です。ゴジラ VS スペースゴジラで、g ース隊員新庄浩治役を演じ、モゲラに乗ってスペースゴジラと戦いました。ゴジラファイナルウォーズでも、国連事務総長秘書官として登場します。 最近、橋爪さんのことを知った人は、ウルトラマン Z に登場したバコさんとして覚えている人が多いのではないでしょうか。バコさんが言った、昔ちょっとな、というセリフ。操縦するセブンガーが使うドリルのアタッチメント。特撮民はみんな、心情の再来をイメージし、大いに話題になりました。ご本人のツイッターにも、この時のセブンガー、そしてモゲラがたびたび登場します。